こんにちは、カプリショーです。今回はですね、こちらのトレイを作っていきたいと思います。15センチ角の折り紙を使っています。割としっかりした作品です。糊も使います。それでは早速作っていきます。まずはですね、三角に半分に折っていきます。角を中心に合わせて折っていきます。開いて、つけた線に合わせて角を折ったら、線と線を合わせて折ります。向きを変えて、こちらも同じように折っていきます。向きを変えて、角をついている線に合わせて折って、ここに合わせて向きを変えて、こちらも同じように折っていきます。そしたらですね、ひっくり返してついている線のところで前に倒すようにして、向きを変えて、こちらも同じように凍ったら元に戻して、今度は ここに合わせて凍ります。こちらも同じように
放ります。方向を変えて、今度はですね、ここに合わせて中心のラインで持ち上げるようにして、上に倒して、このラインに合わせて凍ります。こちらも同じように凍ったら開いて、ここだけ線を入れます。こちらも同じように、ここだけ線を入れます。向きを変えて反対側に倒したら、こちらも同じように、ここだけ線を入れます。そうしたらですね、この角を押して線を入れていきます。向きを変えて、この線で倒したら、中心の線で通って、この三角の部分で通ります。そしたらですね、この部分を開いてついている線で内側に倒して、この部分に糊をつけていきます。こちらも同じように
開いて、ついている線で内側に折って、これで出来上がりです。この部分をですね、ここに糊をつけてもいいですし、しばらくの間こうしてクリップで留めておけば、きちんとこんな感じに出来上がるかと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネルが良かったらいいね、チャンネル登録よろしくお願いします。